さあ、行こう。いっけなんとかなったね。
全身全霊ベッドダンス。
はずでは。みんなのおかげだよ。
こう。あ、聞いてよ。エリカってば、私が目を離した隙に、ま、あ、エリカ！うん、大丈夫。エリカってば、お医者さんに無理を言って、すごく強い処方をしてもらったんだよ。難しい言葉はよくわからなかったけど、一時的に症状が軽くなる代わりに、いつぶり返しが来るかわか、失神させてまで治療を受けさせたのはあんたでしょ。でも、お兄ちゃんを助けるためだもん。今動けなきゃ意味がない。エリカ、イータービットがアルカディモンを捕捉したんだね。教えて、場所はど、ワームも行ったら、エリカはそこに行くんでしょ。そのためにビットを作ったんだよ。ダメ、エリカは病院にいて。千歳もまだ動けないし、私と彼が二人でアルカディモンを倒すから。あんたじゃ戦えないし、ビットを扱いきれない。できるもん、私だってハッカーだもん。ワームも、エリカのバカ。エリカに何かあったら私、私エリカの記憶を見て知ってるんだからね。だから私もきっと。ワームも、それなら私がお兄ちゃんを助けに行きたい気持ちも、ワームも、私がお兄ちゃんにしてあげられることは、知ってるよ。お医者さんから聞いたから。だから、強めの処方をしてもらえたんだもん。ね、ワームも。いいよ。それなら別の手を探すから。一緒に来てくれる？お台場連絡橋だよ。エリカのバカ！バカバカバカ！エリカなんて嫌いだ！嫌い嫌い！けど嫌いだし、嫌いだけど好きだよ。理不尽だけど、意味がわからないけど、きっとこれが人間。私も一緒に行くよ。こんな頑固者。頑固者はあんたでしょ。違うよ、エリカの方がズバ抜けて頑固だよ。行こう。今度こそお兄ちゃんを、フーディエを取り戻すの。
キング始めるよ。アルカディモンは？デジモンと戦うの？ほらそこ！一般人が何入ってきてんだ！てめえら、リュウジの ここは立ち入り禁止区域。どう？警部補、危険です。引きましょう。くそ、こんなもん。攻撃が全然当たらないよ。どうする、エリカ。待ってて。アルカディモンの動きが鈍くなったよ。
エリカ、あとお願い。絶対に負けられない。いっけ
兄ちゃん。リュウジのデジモンだ。そっか、アルカディモンの中でリュウジのことを守ってたんだね。お兄ちゃん。エリカ、おかえり、お兄ちゃん。こら、お前ら。いや、どう、リュウジ、おい、怪我してんのか。待てろ、すぐ救急車に連れて行く。お前ら、今度こそ言うこと聞いてついてこいよな。じゃなきゃマジで逮捕だかんな。事情は後でしっかり聞かせてもらうぜ。よかった。エリカ？失って暴走しちゃったんだ。もう私からのアクセスも受け付けない。エリカがイーターに取り込まれちゃった。通信も繋がらないし、どうしよう、どうしよう、どうしよう。私は未来のヴァンガードダブル。ヴァンガードたるもの、どんな時でも冷静に、常にまっすぐ心の目で戦況を見て判断すべし。まずはエリカの状況を確認しなきゃ。そうだ、エリカの記憶サーバーに行こう。あそこからアクセスすれば取り込まれたエリカとも接触できるかも。リュウジを頼むってどこ行くんだよ、おい！たくあいつら。エリカ、
ハック、開始だ。なんとかなったね。